ミノーの皆様こんにちは。東京から参りました菅野直樹と申します。今日は日本全国から集まってきた素敵な仲間たちと、特に大阪ミノーの在住の方々と共に、この街を愛してる、この街が大好きな、つまりこの街を作ってくれた神の愛が知らずに生きているその人に残念に思います。あなたには価値がある、あなたは愛されている、でもその愛を知らずして生きている人があまりにも多い、残念です。でも今日あなたがもし心に隙間風が吹いて寂しく、心が孤独で打ち震えるんであれば、あなたは今日神と出会うことができる。神はやれます。恐れるな、私はあなたと共にいる、あなたを愛してる。心に傷があるなら、イエス・キリストはその打ち傷により傷を癒す。このキリストはあなたのために十字架にかかり死んで3日目によみがえりました。神はあなたを愛しています。慈しみ深き友なるイエスは、罪とが憂いを取り去りたもん、心の嘆きを包まず述べて、などかはおろさぬ、皆様こんにちは。寒い冬、先週は寒波が襲来し、雪が降り路面が凍結する、大阪のシベリアと言われた街並みに上沼美恵子さんが言ったわけですけれど、今日体がもし寒くても心が温かければ人は生きていけるんですよ。どんなに辛くても希望さえあれば生きていける。今日あなたにその希望、絶対になくならない希望がある。キリストを信じたらあなたは希望がある。どんなにもし失望してたとしても、キリストに希望があります。ミノーの皆さん、そんなグッドニュースをあなたにお知らせいたします。Oh, oh.
私は私のすべて、主イエスの他にはない、その皆の他にはない、主イエスの皆だけが栄光と誉れと力ある皆、子羊イエスよ、愛する君よ、御前に賛美を捧げます。十字架の愛で罪許された。こんにちは。私のすべてを捧げます。勇気を出して歩き始め、君を愛するイエスがいるから、勇気を出して歩き始めよう、君と一緒にイエスがいるから。イエスキリストはあなたの救い主です。日本はかつて鎖国をしました。しかし黒船に乗ったペリーがやってきて開国しました。今日私は目に見えない神の愛をあなたの心に受け入れてほしい、皆さんの心の開国を呼びかけたいと思います。かつて日本が鎖国してたように、でもあなたの心はあなたを作ってあなたを愛してくれている神に対して鎖国してませんか？ぜひ心を開いて、世界の24億の人たちがそれをしたように、宗教ではない、あなたを作った神の一人子キリストを受け入れて、そして永遠の命を持ってほしい。本日あなたに、こんにちは、元気ですか？お父さんのその笑顔が素敵です。そういえば私の同級生のね、陽子さん、一緒に2年間テーブルを並べてね、机を並べてお勉強した学校の校歌があります。 Jesus to Japan。 日本は愛されてる。この日本を救いに来たイエスキリスト。 Jesus to Japan。 この国愛する主イエスキリスト、 Jesus to Japan、 この国救いに
心迫られ神の御業に生きる。ミノの皆さん、こんにちは。菅野直樹です。東京から参りました。ミノのあなたにキリストの愛をあげたい。愛されてます。 Jesus to Japan、 この国愛する、主イエスキリスト。 Jesus to Japan、 世界を救いにやってきた。聖霊の力と愛で喜び勝利をつかむ。壊された、やめる世界を見つめて進む。このキリストの愛に今心迫られ、神のこと皆の皆さん、あなたはチャンスが、キリストは言われます。大丈夫だよ、お母さんも愛されてるから。ありがとうございます。手を振っていただいて元気が出ました。ジーザスラブス、キリストあなたへ。このキリストの愛に今心迫られ、神の言葉を心に刻む。このキリストの愛に今心迫られ、神の御業に生きる。このキリストの愛に今心迫られ、神の言葉を心に刻む。このキリストの愛に今心迫られ、神の御業に生きる。キリストはやります。私は道であり、真理であり、命です。この道はいつか来た道、ああそうだよ、アカシアの花が咲いてる。道であり、真理であり、命、キリスト。道であり、真理であり、命。命じゃないんですよ、命。永遠に変わらない命。この命が永遠に生きていくことができる。あなたにこの命をもらってほしい。神、あなたを愛しています。仕方ない。
私の姿髪に捨て去られても何も言えないものなのに安くスタート愛してます。愛しておられる人となった神イエスキリスト、ミノの皆さんに知っていただきたい。あなたにもチェルシーじゃなくてね、イエスキリストの愛あげたい。まあ私のものじゃないですけどね、イエスキリストの愛は全人類に与えられている。信じるだけで救われる。ミノの皆さん、イエスキリストはあなたを愛しています。信じるだけで救われる。十字架にかかりたる救い主を見ようや、の我が犯したる罪のため、カメラの本店があります。まあ、昔は新宿区にヨドバシという、ね、地域があったんですよね。まあ、そこが発祥の地。ヨドバシカメラは賛美歌を使って世界的日本中に広げていった。キリスト教もこれからですよ。キリスト教の賛美歌です。神に栄光あれ、あなたを作られた、あなたを素晴らしく作られた神に栄光あれ。グロリアディオス、グロリアデオス、神はあなたを最高傑作として作られた。イエスキリストはあなたの救い主です。
その愛
I love you, I love you, my love。 小さなエンジ色の小学生のね、女の子のその帽子が可愛いです。こんにちは、ありがとうね。聖書のプレゼントしてきました。また看板を見ていただいて、お空の星を、3時のおやつの時間ということで、本日の私たちの活動もあと1曲でおしまいにしたいと思います。お父さんたちラッキーです。お父さん、ぜひお二人で一緒にイエス・キリストを信じて天国行きましょう。最後に、君は愛されるため生まれた。皆さん大きな声で。星が、お空の星を終わってから歌います。3時にお空の星をって何でしょうね。おやつだよ。あなたは愛されています。イエスに立ちぬサラミナ、君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。Jesus loves you. 永遠の神の愛は我らの出会いの中で身を結ぶ。君の存在が私にはどれほど大きな喜びです。
最後にこのメッセージを訴えて本日の活動を終わりたいと思います。聖書は3つのことを語ります。1つ目、神がいるよ。この世界を作り人間を作られた神がいる。神は人間を永遠に生きるものとして作られた。ところが人間は悪魔に騙されて神を捨てた。その結果人は死を経験するようになった。今日の私たちも同じです。でも2023年前、神の一人子イエス・キリストが私たちの罪を許し神の子供とし永遠の命を与えるためにイエス・キリストを与え、そしてイエス・キリストを十字架につけた。キリストは死、墓に葬られ、黄泉に下り、三日目によみがえって、お父さん、あなたがもし心に受け入れるなら永遠の命を受けることができます。本日皆様に心からお勧めします。イエス・キリストを信じたら救われる、このニュースを皆様に心から知ってもらいたい、お伝えしたいと、私たちの心からの願いです。キリストを信じたら救われます。皆様またお会いしたいと思います。心に留めといてください。キリストはあなたの救い主です。信じるだけで救われます。どうもありがとうございました。ということで、お疲れ様でした。今回はちょっと閑散とした箕面駅でしたけど、来年11月観光客がいっぱいいる箕面駅にまた来たいと思います。駅の皆さん、また周囲の皆様、大変お騒がせしました。ご協力いただきありがとうございました。本日の活動これにて終了いたします。ありがとうございました。じゃあ集まっていただいてお疲れ様でした。